美しい山や肥沃な大地、新潟教育体験旅行では雪国の優しくて世話好きな人たちが皆様をお迎えします。新潟県には昔から受け継がれてきた様々な伝統文化があります。伝統的な技や文化を体験し、その背景を知ることで未来に伝えていくために何ができるのか考えることができます。山に囲まれ懐かしい農村の風景が残る柏崎市の高柳地区、環状集落やかやぶき屋根の家など日本の原風景を未来に伝えようとしている地域です。こちらは伝統の和紙を作っている工房です。原料となる楮やとろろあおいも自分たちで育てています。昔から和紙は天然の材料で、その土地の気候風土に合わせて作られてきました。この工房では和紙作りに対する職人の思いに触れることができます。職人からは和紙の原料を育てることが里山の整備や環境保全につながっていることや、情景を守るために地域の人たちが協力していることなどを聞くことができます。高柳から発信できることは、何でもこう人為的に作るものではなくて、自然が関わった育てるという行為がいっぱいあるんですよ。米だけじゃなくてね。で、実はこの紙すきも作る紙ではなくて、原料から育てて、で育てる紙とそれから作る紙では大違いで、ほとんどはその作る紙屋が多いんです。つまり原料を買ってくるんですよ。だから薬品の強い薬品で今はほとんど処理しますよね。ゴミまで白くしたったり、その方が簡単。でもかわいそうじゃないですか、育てれば。だから原点に立ち返った紙を作ってるだけで、みんなもともとは育てる紙屋から出発して、本来紙はそういうものであるというふうに思っているんですよね。柏崎市では生活の中で培われてきた伝統文化を通し、地元の人たちと触れ合える体験メニューを数多く用意しています。こちらは村上市です。かつて城下町として栄えた村上は、今も武家町や商人町といった歴史を感じさせる町並みが残っています。村上ではこれらの古い町並みの価値を改めて見直し、保存再生する取り組みを地域の人々が先頭に立って行っています。こちらの町屋作りのお店は江戸時代から続く染め物店です。中に入ると昔にタイムスリップしたような生活の空間が広がります。そしてこちらでは村上の特産品であるお茶の葉を使った茶染めの体験ができます。昔から受け継がれてきた文化や職人の技を町屋の中で体験し、地域の宝について考えることができます。村上の伝統の町並みだとか、この技とか、そんなものに実際に触れることで、教科書の中には載っていない暮らしぶりがそこから見て感じ取れるので、そういったところに子どもたちにも自分で気づくきっかけになってほしいなと思っています。そういった昔ながらの伝統文化を残すっていう職人さんの技ですとか繊細さですとか、そういった部分を感じながら体験をしていただけたら嬉しいなと思います。昔から地域に受け継がれてきた文化や技術を見つめ直し、未来に残していくために何ができるのか体験を通して考えることができます。新潟県では地域と行政が連携し、安全安心な受け入れ体制で皆様のお越しをお待ちしています。